第7レース予選競争、小枠1号艇馬場芳也です。ダービーで畑英吾選手の活躍を予言したミストオスポ星名美咲さん、今シリーズ一押しはこの馬場芳也です。2号艇茅原優希、昨日2着3着でしたが着順以上の内容を見せていました。そして3号艇白井英治、前半2レースは6号艇動いたんですが5コーススローまで結果4着となっています。4号艇坪井康晴です。昨日は5コーストップスタートから仕掛けていって2着、キャリアボディの交換が吉と出た模様です。4稼働戦、5コース5号艇中島光平です。昨日はインディゲ1着と競り勝って3着、行き足の良さが目立っています。そして一番外が6号艇峰竜太、3戦2勝、昨日後半の1マークは峰お得意のまくり出し炸裂でした。枠なり3対3、人気は1番馬場から2番茅原へ、1、2、3ダッシュ、4、5、6、第7レースレディーゴー。ソロコースタート、4号艇5号艇6号艇4角から仕掛ける4号艇の坪井です。坪井がまくり切った。そうなると5号艇中島が追走になりました。あとは6号艇峰もその前になっていきます。4角まくり4号艇坪井トップ、スタートは前提正常でした。続いた5号艇の中島で連動ダッシュ、3番手ですがイン小回りのやつは馬場、その外に6号艇峰、あとは2号艇3号艇です。一周2マークですが、4号艇の坪井から2番手で行くのは1号艇馬場、さばけるか5号艇中島となっています。2番手争い5号艇1号艇、そして中をついて6号艇峰となっていきまして、2番手争い3艇になっています。現在は5号艇中島が半歩リード、外1号艇馬場、進路を内に求めて6号艇峰となっています。2周の1マーク2番手争い、さあ6号艇の外突っていった5号艇の中島、追っつけた6号艇ですが5号艇進み切りました。6号艇いきなり乗って、その外に行った1号艇の馬場、さらにはいつの間にやら2号艇茅原も上がってきています。前の2人4号艇5号艇、今度は3番手争いになりました。2号艇6号艇1号艇が並走と変わって2周2マーク、4号艇の坪井5号艇中島の後ろ3番手、2号艇の外に行った6号艇の峰竜太、峰は外前になりますが2号艇の茅原波を乗り越えていくか。さあ茅原と峰、ここが3番手争い、1号艇馬場内側にいますが一歩後退になっています。さあ2号艇6号艇相当で競り合っている状況です。3番手争い注目、最終1番4番5番の後ろ先に行くが宇宙中に1号艇の馬場ですが、2号艇鋭く茅原が指していった。それに続いて6号艇峰は若干遅れました。3番手争いから2号艇の茅原優希、残り半周上位4番5番2番懸命の追走、1号艇馬場6号艇峰、最後方3号艇白井、ラストコーナーです。4角まくり4号艇坪井康晴、続いて5号艇中島光平、3番手内からプレッシャー1号艇でしたが2号艇跳ねのけて茅原、上位4号にまもなくゴール、先頭4番坪井五輪、5番中島五輪、2番茅原五輪、その後ろ6番1番3番の順で五輪。以上第7レース予選競争でした。